ドン。レバンテ戦で退場を命じられたセビージャのロペテギ監督、退場させられた後もほぼベンチと同じとこいたよね。どうなじみでおざくとボールでーす。さあ始まりましたトークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日のテーマはこちら、日本代表オランダ遠征メンバー考察、注目選手と新戦術というわけで、はい、10月9日と10月13日にですね、オランダで行われる親善試合カメルーン戦と、コートジボワール戦、この2試合に向けたですねメンバーが発表されました。今回はですねそのメンバーの中で、まあ、注目選手だったりですとか注目のポイント、またですね森保監督がこんな新戦術使ってくるんじゃないかみたいな、そういった話をしていきたいと思います。森保監督が新戦術なんてやるわけないみたいなね声聞こえてきそうですけれどもね、それがやる可能性ちょっとありそうだなっていうニュースもありますんで、最後まで楽しんでみてください。というわけでまずはですね発表されたメンバーの方からです。こちら、はい、こんな感じのメンバーになりました。注目ポイントで言ったらですね、まずキーパーなんですけれども、川島権田シュミットダニエルで、これがね今森保監督の中での序列がどういった感じになってるのか、僕はですねやっぱり、日本のサッカーってどうしてもね体重が軽いのもあってボディーコンタクトにあまり強くない、あとですねスピードあるっていうふうに言われますけれども、それは敏捷性とかですね、あとパスワークからの連続性とか、まあそういったところだと思ってまして、単純なスプリントの速さみたいなところではまあ圧倒的にね、このヨーロッパのトップレベルだったり、まあアフリカとかもまあ海外っても言っちゃっていいですね、もう負けてるんじゃないかなっていうふうに思っていまして、となりますともうねキーパーへのバックパスをですねもう雑にロングボールで前線の選手ね競り合ってなんとかしてくれ拾い合ってくれみたいな、そういったサッカーしてしまいますと普通に空中戦強くないし拾い合いのところでも弱いみたいな感じになるので、なんでキーパーの育成、特にですねシュミット・ダニエルみたいにこうある程度足元でですねボールを受けてつなげるみたいな、川島みたいにバックパス自分に戻ってきて結構余裕あるのにバックパスした選手に俺に返すなって怒っちゃうキーパーをメインで使ってると今後のね、日本サッカーにとって成長ないと思うんですね。なのでそのあたり経験大事なのは分かりますけれども、まあ親善試合ですし、こういったところでシュミット・ダニエルとかね、まあ、大体単な起用っていうか普通なんですけれども、そういったね、こう若い選手で、なおかつ伸びしろが、ある選手を使ってほしいなというふうに僕は思います。でね、もし川島だったり権田とかこうシュートストップ系のキーパーを使うなら、まあねキーパーってまあシュートを止めるのがまず、一つ目の仕事じゃないですか。そういったキーパーを使うならロングボールでね前線にボールを蹴った時にですねそこである程度収められる戦術、それはもう身体能力がないとか上背が低いから無理ってわけじゃないと思うんですよ。例えば、リバプールとかがやる手法だと、相手のね、サイドバック裏に蹴り込んで、それによって通ったらいいですし、通らなくても相手のサイドバックが弾き返したところを拾えるような、まあそういったですね、攻撃時の、ロングボールの時のデザインみたいなのを、できていれば、それはそれで問題ないと思いますので、そのあたりで森保監督がどんなサッカーを用意してきてくれるのか、ね、用意してくるはずないじゃんみたいな感じでね、もう見切っちゃわないでこの辺を楽しみにしましょう。で、あとはこういうふうにね、まあ海外組だけでですね、分厚いメンバーを組めるっていうのは、まあ素晴らしいことでですけれども、ただですね、まあ国内組このね、例えば川崎勢、まあ、森田だったり怪我しなければ大島とか将来性込みで田中碧とかこういった選手たちがいたらですね、まあ正直今呼ばれてるボランチよりもですね攻守ともに質高いものになるなっていう風に、思いますし、その辺はねもう海外行ってるからすごい国内だからダメっていうわけじゃなくて普通にプレーの質見てて僕は思います。であとはですね、神戸の古橋とかオフザボールの量は多い選手だったんですけれども、質の部分でまあ走っていくときに相手の視野の中に入りすぎてしまったりですとか、出してと呼吸合わせられずに、量はあるけどタイミングが良くないみたいなところが改善されまして、それがですね、実際にダイレクトに数字に出ていますので、なんでこういった選手が加わると、より一層海外組だけでね、組むチームよりも強くなるっていうふうに思う方多いんじゃないでしょうか。そういったところでね、日本全体のなんかレベルアップみたいなのを感じて、僕はすごく嬉しかったです。で、これだけだとですね、まあ今、どの選手がどこに使われるかっていうのはちょっとわかりにくいと思うんで、フォーメーション図にしました。それがこちらです。はい、なんだこれっていう風に思った方いるかもしれませんが、これですね、特定のフォーメーションに当てはめるとこの選手どこなんだろうな、どっちで森保監督考えてるんだろうみたいな結構迷う選手たくさん出てきましたので、なんでね、特定のフォーメーションで序列を書くっていうよりも現状のね、それぞれの選手がクラブで使われている位置だったりですとか、また今まで代表で使われている位置っていうのをですね、ポジションっていうのを考慮して、まあこういった置き方
方になりました。ちょっと説明しますと、まあ、大迫はねワントップでそこから降りてきて後方の選手と絡むって役割をやっていまして、鎌田に関してはワントップトップ下両方できますよね。で武蔵に関しては、2トップの一角とかで、ベール外で使われていまして、岡崎に関しては上塚だとワントップですけれども、もともとはセカンドストライカー的な役割やっていたり、ザックジャパンだと右サイドやっていたりとかありましたので、こういった、一度にしまして、で2列目は、まあ、右で縦に仕掛けるのがメインだけど中に入ってこれる伊藤だったり、三好はまあカットインシューターで右だったりトップ下を、所属クラブでやっていると。で南野に関してはトップ下と左サイドで、堂安を低めの位置にしたのは、クラブであの右サイド、2トップの一角インサイドハーフ、全てで使われていますので、まあ、こういった、ポジションにしました。で久保建英をこの左寄りにしたのは、まあ、今のクラブでですね、まあ、あのビジャレアル、エメリ監督にですね熱望して呼ばれて2列目どのポジションでも出てもらうし、君が得意なのは右サイドって分かってるけど左サイドで使うよ頑張ってねっていうふうに言われてる状況なんで、なんでこういったところに置いてありますね。で左サイドは、もうねいつもの腹口っていう感じなんですけれども、でそれ以外で言いますと基本的に右サイドの、選手、まあ、サイドバック酒井宏樹がいて室屋がいて、今シーズンからセンターバックで使われますけれども、富安はですね右サイドバックずっとボローニャでやっていましたので、この位置にしまして、でこの吉田と富安今代表だと、まあ庄司がね戻ってこれるまでは絶対的な2人みたいな感じだと思いますので、そこにバックアッパー的に上田がいて、で左サイドにね板倉を置いたのは、まあ中盤ができて左のセンターバック、できて、そこからね、ボールを持って持ち上がって逆サイドに、ロングパス出すみたいな、そういったねイメージのプレーを、森保ジャパンの、まあ、アンダー世代でもやっていますので、ここに置きました。というわけでここからですね3選手注目の選手僕は挙げてみました。まずは中山雄太ですね、所属クラブの、オランダのズオーレでは、アンカーだったりダブルボランチの一角で出場をしています。本当あのレジスタ型の潰し屋みたいな感じで、ディフェンスラインの前で動き回って自分がボールを引き出したり、また自分にねマークがついていたらそれをね引っ張ってサイドに行くことによって、ディフェンス陣からですねくさびのパス、先日の集休学で説明したスキップパスですね、中盤をスキップして、このライン間、ディフェンスラインの前、中盤の後ろの、そういったところに位置取る選手にバシッとね、味方の選手がパスを出せるようにコースを作るのが非常にうまいです。なんでね自分がボールを持てない時もチームに貢献できる選手だと思います。ただ問題としましてはそのフィルター力、どうしてもねあの相手に振り切られたりとかぶち抜かれたりするシーンがありますね。で、サイドに釣り出された際の守備もですねそこで抜かれるとね今度センターバックが釣り出されるっていう状況になりますので、それによって距離をね相手と、開けすぎてしまって簡単にクロスを入れられて、ピンチになってしまうみたいなシーンもありましたので、中山に関してはですねもともとセンターバックで、富安と組んでいたんですよ、アンダーナインっていうのワールドカップだったかな。その時にこんなプレス体制が高い左利きの上手いセンターバックいるんだって思ったところから中盤になったりですとか、このねオランダ行って左サイドバック使われたりとかいろんなね、ポジション点々としてるところがありまして、このままだとね器用貧乏になってしまう感じですごく、怖いんですけれども、ただチームの中ではですねこうリーダーシップを発揮して、こう中盤でねレジスタ役であっち振れこっち振れここ空いてるから通せみたいなやって、で守備に切り替わった瞬間にですねこう得意ではないですけれどもそこのフィルターになろうと頑張ってるっていう、こんなジョルジーニョ的な、成長すると思いませんでしたので、なんでねすごく期待してるのと、今回のスカットで言いますと柴崎の控え安西の控え、3バックの場合は板倉とポジションを争う状況で、4バックだとまあねないと思いますけど一応2センターバックの一角もできるっていう感じで一人で複数のポジションをできる選手として、重宝されるかもしれません。で続いて菅原由紀内ですね、もう名古屋で出てきた時にはね18歳か17歳でなんかね、うん、ちっちゃいセンターバックで足元うまいから風間さん使ったみたいなね、だけどすぐ使わなくなるみたいな、うん、なんかちょっとかわいそうな感じでしたけれども、9月26日の直近のホルトゥーナシッタード戦で67分から出場していました。出たポジションはですね右のサイドハーフ、なんかサイドバックであまり使われていないみたいで、もともと菅原のですねまあちょっと弱点の一つにアグレッシブに守備をするんですけれども、前に出すぎてしまって裏を捉えるとか前に出ちゃいけない時にですね自分が裏ケアをしながら対応しなきゃいけない時に前に出てしまってチームのピンチを招くっていう状況があります。なんで今の監督もですね菅原をちょっとクローザー的な、サイドハーフの選手としてこうルーカスバスケス的にね、使ってるのかなっていうふうに思いますね。で、すごくアグレッシブに攻守において動いて、味方もねあのクロス入れられる時とか逆サイドから飛び込んだりとかすごくあのフリーになって得点に絡む仕事しようとするんですよ。ただ味方に見られてない状況が多いので、なんでそういったところでまあ信頼されるっていうのがですね菅原、今のチームの中での課題でして、日本代表に来た場合この布陣だとどこに使われるのか、一応ねキャラクター的にも2列目の、枚数の多さ的にも
これでね、右サイドの、ハーフに使われるってことはないと思うんで、右サイドバックだと思うんですけど、ただそうなると、坂井だったり室屋とかと比べて、守備の時の判断能力だったり、まあ基本的にスキル、全部ね、勝てる部分ないと思いますので、菅原の起用法をどういう風にするのか、この辺ね、出るとしたら注目のポイントです。で、最後は堂安律ですね。堂安に関しては、まあペースフェイで、まあウィングとしてちょっと突破力の限界みたいなね、この個人の力で相手を剥がして、この違いを作るチャンスを生み出すみたいなところでは、ちょっと、苦しんでるところがありました。で、ビーレフェルトに移籍して、さっき言ったように、ストライカー、サイドハーフ、順番としてはサイドハーフ使われて、インサイドハーフ使われてストライカーって感じなんですけれども、オフザボールのですね、質が、まあ、まだチームとのね、連携がうまくいってないってところで、動いてはいるんですけど、味方と被っちゃったり、折りすぎてるところがありますので、この辺はね、堂安、まあ、頭のいい選手なんで修正してくれるんじゃないかなっていうふうに思います。あとはですね、手足も短くてスピードがあるって選手じゃないんで、ボールキープしても、判断が早くなかったりですとか、きちんと手を使って相手をブロックできたりとかしていないと、ほんと刈り取られるシーンが多いんですね。なので今ね、ドイツで、特に、大きめのセンターバックの前でプレーするセカンドストライカー的な役割だと結構苦労してるところがあるんですけど、ただインサイドハーフの役割にはすごい慣れてきたと思います。ペースウェイでインサイドハーフ使われた時はちょっと規格倒れ感ありましたけれども、今のですね、チームで右のインサイドハーフで、もう片方のボランチが結構下がっていくので、トップ下的な役割にもなりますし、4-1-2-3の2のね、一角で、こう守備をしまして、相手のね、このセンターバックがボールを持った時にくさびのパスを入れようとする、コースをこうね、こまめに切るみたいな、それに苦しんでいたのは、同じ日本人の長谷部ですから、なんでそういったね、長谷部との攻防で長谷部にやりやすいパスを入れさせないみたいな、そういったプレーね、サイドアタッカーの選手なのに中央に使われてもできますし、なので今回のですね、森保ジャパンで、どこで使われるのか、そういったね、守備の IQ の高さを見せてくれるかなというところが注目のポイントです。あと良くなったポイントとしては、ロングキックの質。特にね、インスイングで逆サイドの選手に通すみたいな、ああいったパターンの左足のキックがですね、上手くなってたのと、やっぱり堂安ね、スピードで仕掛けてってぶち抜くみたいなのができない分、相手の逆を取るっていうプレーをですね、こうすごく伸ばそうとしているように見えますね。なんで突っ込んでくることが多いドイツのディフェンスに対して、逆を取ってですね、一気にボール運ぶっていうシーンもありましたので、ここでね、堂安が日本代表に呼ばれて、サイドで使われるのか中央で使われるか、僕は中央で使われる堂安めちゃくちゃ見たいなっていうふうに思いました。ではここからは森保ジャパンが選ぶシステムの話ですね。基本的にはこの2つ、4-2-3-1か、3-4-3かだと思います。4-1-2-3とかも今の堂安の話聞いたら使ってほしいなっていうふうに思うかもしれませんが、保守的で進化を好まない監督で基本的に本も読まないみたいな、このね、ロックダウンの期間読みましたっていうのをね、言ってましたんで、わざわざ言うぐらい読まない人なんで、でなおかつね、今までやってきたサッカーがああいう感じで前からのプレスのはめ方決めてないとか、後ろからのビルドアップのズレの作り方決めてないって監督じゃないですか。なので進化はさせられないっていう風に考える方が普通の見方だと思います。これはね、痛烈な批判に聞こえてるかもしれませんけれども、起きてきたことを説明してるだけです。なんで4-2-3-1か、3-4-3だと思います。でまず4-2-3-1だとどういうやり方なのか。はい、アディダスと契約してる選手で、なおかつ今までのね、使い方的に序列が高かっただろうなみたいな選手をですね、まあ中心に、組みましたので、一旦この4-2-3-1にしました。久保建英のね、剣って久保剣っていう風になってるのは、久保優也を僕が諦めてないからです。でですね、4-2-3-1でまず気になるのは久保建英のポジションですよね。右に使われたなら、ね、酒井宏樹ともうまく当然やれますけれども、やっぱり FC 東京時代の、そのね、感じで、室屋とかがここに使われてですね、久々にこの右サイドのコンビ見られたら、面白いなっていう風に、ちょっと期待してしまいます。あとはですね、トップ下の人選ですね。久保建英が右サイドでボールを持つ時のパターン、一旦ここにね、また室屋が来ましたけども、室屋をボールに変えます。このね、右サイドに左足の選手が置かれたパターンだと、このね、内側に、この視野を取りながらですね、いろんなプレーの選択ができますので、なんでね、トップ下の人選のところで結構2トップ型の選手がね、使われると、ピッチにボール2つ入っちゃいましたけども、こういったところでね、大迫が開けたスペースに南野入っていく、そこに久保がパスを出すっていうのもありますし、相手の守備が硬くてね、ここにスペース開かないって時に2トップがね、こうダイアゴナルランとか言われる斜めの走り込みをすると、逆サイドから入ってくる選手にですね、久保建英のボールが届いてみたいなチャンスあると思いますので、結構ね、久保と組ませる選手っていうのは、こう原口もいいですけども、例えば南野をね、リバプールでもやるように左サイドに置いてですね、で、トップ下に、この得点力がある鎌田を置いたりですとか、まあ、この状況だとやっぱり岡崎とかね、見てみたいですよね。あとはスピード型の武蔵なんかもですね、鈴木武蔵なんかも、大迫と合うと思いますし、先ほど言ったようにですね、堂安のトップ下っていうのも、
ね、このトップ下に置くことによって、守備面でもね、ダブルボランチを助けられるっていう、まあそういったこともあると思いますので、この久保が右に使われた場合のトップ下の陣線、また左サイドの陣線でですね、どんどん走り込める選手を使うと、久保がね、右サイドでこう司令塔的な、ちょっと昔のね、スパーズでいうエリクセン的なですね、役割をしてくれるんじゃないかなっていうふうに、そういうふうに楽しみになってしまいます。で、続いて久保トップ下のパターンですね。久保がトップ下になった時も、まあ、今言ったようにですね、裏に走り込む選手っていうのを近くに配置してあげると面白いなというふうに思うんですけども、まあ、そのあたりで今回中島がね、招集されていませんので、南野の左サイドっていうのはですね、原口よりも、このね、久保との相性がいいのかなというふうに思いますし、右サイドの堂安なんかも、ね、日本代表ではですね、おなじみのこういった役割できると思います。ただですね、まあ今のね、堂安の状況的にやっぱりサイドでボール持った時の突破力がないのが気になるんで、その辺で伊東純也、ここのね、内にも外にもですね、ボールを運べる、相手を剥がせるっていうような選手で、なおかつクロスの精度もいいので、伊東なんかをサイドに使うと、今後強豪と戦う時にですね、サイドバックが上がってきてっていうのは、相手を押し込んでる状況じゃないと難しい。まあね、カウンターとかでも相当ね、ここ運動量あるサイドバックだとできるんですけど、ただね、そういった、リスクをかけない攻撃っていうのをですね、まあ、森保ジャパンに、この浸透させるためにも、やっぱり前線の選手が突破力あると、後ろに選手が残れるっていう、まあそういった守備のね、いいところありますので、伊東純也とかがですね、使われて、ここで、ね、久保建英とコンビネーションしながら、縦に行ってっていうのもですね、非常に、楽しみなポイントだと思います。ただ今回はですね、森保ジャパンがどういう戦い方をしてくるかっていうところで、やっぱり原口が使われた場合のことを考えなければいけないんですけれども、原口が使われる場合っていうのは、僕はですね、原口にこのね、ハーフバイタル、相手の右センターバック、右サイドバック、右ハーフ、右サイドハーフのこのね、四角形の間のところ、この位置をですね、まあ、取らせるシステムっていうのは良くないと思ってます。今までの形だと、左サイドハーフの選手が、まあ、入ってきてですね、こういったできたスペースにサイドバック上がってくるっていうのはありましたけれども、これ原口得意なプレーじゃないんで、原口に張らせたいっていう風になりますと、中を誰が使うっていうところで、安西このプレー得意です。なんでこのね、原口安西の組み合わせいいと思いますし、そういうのを使わないんだったら、こういったね、左のハーフバイタルを、ここを使うのが得意な選手。なんで、南野をですね、トップ下に入れて、こういったところに、まあ、ずれて、ライン間で待ってもらいながら裏に出ていくみたいなね、そういった、リバプールで、サイドに使われても求められる動きっていうのはありだと思いますし、ってなると、右サイドの久保が中に入ってきて、それによってね、空いた高い位置のスペースを誰が使うのか、ね、その時に入ったサイドバックでもいいですし、遠藤と柴崎の位置を逆にして、柴崎がここに出ていけるみたいな、そういった形にすると、こういった形にすると相手の4バックに対して、ね、5人で数的優位を作れるっていうのもありまして、きちんと、ハジーゾーン使う人、ハーフバイタル使う人っていうところで、ちゃんと、初期配置だけじゃなく、二次配置の構成っていうのを、考えられるかどうかっていうポイントだと思いますね。で、最後、左に久保使ったらどうなるのか、もうね、左に久保使ったらもうエメリーなんですけれども、ただね、久保建英だったらマジョルカで、周りとね、連携できない中で、自分で突破してね、もう、チャンス作るみたいな、そういったね、進化をしましたんで、今度エメリーの下で、左サイドでね、もう縦突破しながら得点も取っちゃうみたいな、そういった進化してくれるかもしれません。ただですね、まあ、森保監督が所属クラブでやってるから、左サイドに置くっていう、冨安がね、右サイドバックやりだしたら、ちょっとそれやったパターンをですね、この久保でやりそうな気もちょっとしてるのが、怖いなっていうふうに思いまして、ね、久保の左サイドっていうのはもう攻撃にも絡みにくくなりますし、ね、いいことないなっていうふうに思うんですけども、ただ今回ね、ちょっとベテランにも差し掛かってる原口と、まあ、一応できるけどみたいな南野しか呼んでいないので、所属クラブでね、よく置かれる久保建英がここに使われるんじゃないかっていうふうに、すごく心配です。で、343に関して見たいのは、もう酒井宏樹を3バックの右に置いた可変のシステムですね。酒井を右の、センターバックに置いて、例えば右のウィングバックにですね、伊東純也を置くと。で、右のシャドウのとこに久保竹下を置いて、左南野でね、ハーフバイタルはこう中に入ってきた久保だったり南野が、まあ、大迫だったりその時入る鎌田と連携して、サイドの高い位置はこういう風にね、ウィングバックの選手で攻撃力ある選手が上がっていくと。で、守備になった時にですね、安西はそのままサイドバックキャラなんで戻りまして、で、守備の献身性高い選手。まあその時のね、左サイドで中に入ってくる選手なんで基本は南野がいいと思うんですけれども、まあこういった選手たちが、まあ戻って、で、サイドハーフの伊藤もそのままの守備について久保竹下が、これね、もうカウンターの時に前残りできるっていう、こういった4-4-1-1めっちゃ見てみたいじゃないですか。まあこういった343と44に可変させることによって、
選手それぞれの特徴を生かせるみたいな。酒井もね、高い位置で、ちょっと苦手なね、精度の高いクロス入れなきゃいけないみたいなこともありませんし、そういったね、適材適所になると思うんですけど、ただ森保監督だと普通に上田とかを使って、こういう 3-4-3 にして、それによってですね、まあ酒井宏樹が右のウィングバックで高い位置取って攻撃的に行くときには普通に伊藤と交換するみたいな、そういう感じになりそうだなっていうふうに思いますんで、一応ね、まあ理想と現実みたいなのをお伝えしました。で、最後、新戦術ですね。新戦術って何なのかって言いますと、森保監督こういうふうにコメントを前しています。チャンピオンズリーグ決勝の後です。一言で言えば、チャンピオンズリーグ決勝の、特にバエルの戦い方は、我々が目指すべきところかなと。もうね、組織的な部分、組織でハードワークするっていうところに関して、パリを上回っていたって話と、日本はこの力を高めた上で組織力を上げていくべきという話をしています。これね、ユナイテッドのスールシャール監督も同じようなコメントしてて、これね、戦術的な落とし込みとかできないけれども、政治力がすごいみたいな監督が同じようなコメントしてるっていうのが、すごい不思議で怖いんですけれども、まあそういった監督がね、バイエルンの本当に内側を見てるのか、外側を見てこういったコメントをしているのか、この外側だけ見たら、すごい選手たちがいっぱい走ったっていうふうに見えるんですけど、バイエルンのハイプレスって、ハイプレスって言われるんですけど、どっちかっていうとですね、前からセンターバックまで行き着かせないっていう感じじゃなくて、センターバックには一旦ボールを持たせた上でですね、後方のリスク管理をしながら前に出ていくみたいな、そういった守備をするチームなんですね。なんで日本代表がそういった守備をできるのか、そういった人材はいます。日本ってちょっとミニバエルンなところがあります。レバンドスキーって得点だけじゃなくいろんな仕事するじゃないですか。その辺大迫っぽいですし、南野も前線に出ていきますけれども、守備でね、後方を助けるっていうこともします。で、両サイドの選手ね、突破力ある選手で、まあ、久保建英だったり、伊藤だったりですとか、まあ今回呼ばれていないですけれども、中島翔也だったりとかいろんな選手がいて、中盤の選手はまあ何でもやで、まあ相手潰すこともできるゴレツカっていう感じと、どっちかっていうと両足で蹴り分けながら、ビルドアップする、キミヒとか、まあチアゴみたいな感じで、まあ柴崎っていう感じなんで、ね、このね、遠藤とゴレツカ一緒にするのはちょっと無理ありますけれども、まあやってる仕事で潰すっていうところではまあ似ていて、で、両サイドバックはアップダウン要求されて、センターバックは、バランス見ながらきちんとね、ボールを配球するみたいな。なんでこういう風に説明すると、同じクオリティとは言わないまでも、ね、できないようなタイプの選手しかいないってわけではないんですね。なんでこの選手のタイプは似てると。ただ監督の方はめちゃくちゃ細かく攻守において合理的に突き詰めて、それを選手に落とし込んでモチベーションも上げられるハンジフリックと、森保さんっていう感じですので、ここのね、監督の質とタイプの差がですね、日本代表とバイエルンのサッカーを分けるんじゃないかなというふうに思いまして、まあこんだけ僕言ってますけど、これをね、もうギャフンと言わせるような、あ、森保さん変わったんですね、素晴らしいですねって言わせるような、サッカーを期待して、今日は終わりたいと思います。バイエルンのサッカーもっと詳しく知りたいよっていうふうに思ってくださった方がいればですね、移籍が決まるか、もしくは10月5日以降のですね、この移籍期間が終わった後に、バイエルン特集動画を作りますので、日本代表の動画だけではなく、欧州サッカーを牽引するチームがですね、どういったチームかっていうのも見に来てくれたら嬉しいです。そんな感じで、最後までありがとうございました。面白い動画だと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録をしてまた遊びに来てください。レオザフトボールでした。